think about that summer day when I went on my first date. We danced in an empty park. 今日ですね。手話 MV88 プラスと手話 SM7B の音質の比較をやってみたいと思います。で、荷物を軽くしたいかもと思って、まあ、このマイク買ってみたんですけど、まあ、軽いんですけども、まあ、かさぶるはかさばるんですよね。まあ、でもかさばらないか。いや、ちょっとよくわかんないですけど、結局この、ミニ三脚をつけることになるので、まあ、なんていうかな。セッティングはめんどくさいんですよね。で、基本こういうネオプレンケースなのかな？ソフトケースがついてるので、ここに入れて、こう、くるくる収納して持ち運ぶんですけど、まあそうするためには、これ全部外す必要があるんですよね。二三脚と、マイクとこの、雲台みたいな。それもあるし、まあ、iPhone とこのをつなぐ手間とか、これを設置する手間があって、まあ、多少めんどくさいというのがあるんですけど、SM7B の場合は、まあ、ここにあるんですけど、こういう感じで、マイクと XLR ケーブルと ZoomF3 があれば取れると。いいのがあって、セッティングはめっちゃ楽なんですよね。こっちの方が。っていうのがあって、まあ、買ったはいいけど、まあどうかなっていうのがあるんですよ。で、かつ音質が、別にこれ悪くないんですけど、まあちょっと中音域メインな感じですかね。うん。低域と高域、まあ、特に低域が削ぎ落とされてる感じで、中域が、まあ、主に出てるような感じで、ですかね。まあ、聞き取りやすくていいんですけど、うん。それを良しとするのかっていうのがあって。で、かつ、これ基本的には、ズーム F3 みたいなレコーダーで撮れないので、iPhone につなげて、モティーブアプリっていう専用の手話のアプリで撮ってるんですけど、これで撮ると、感じですね。はい。というわけで、まあ、これまあ、コンパクトで、なんかこういう感じで、テーブルに置いたりもできますし、まあ、ただなるべく近くで話したいので、基本僕はマイキング的にはこう持って話したいんですけど、うん、こういう感じですね。まあいいんですけどね、はい、というわけでじゃあ SM7B に切り替えます。はい、というわけで SM7B に切り替えました。で、まあやっぱ楽ですね。こっちもうこれつなげて Zoom の F3 電源入れてレックするだけなので、うん、まあこれだけあればよかったかもしれないですけど、まあいろいろ買ってしまったと。まずは買ったのが MV7 ですよね。で、あっちの方がこれより 200g ぐらい軽いんですよね。ただこれはこうやって反動しやすいっていうか持ちやすいんですね。ここはちょっとここが長いので。ただ MV7 はまあ持てるんですけど、基本はまあ、フロットの、ミニ三脚と一緒に持ち運ぶことが多いので、結局そのミニ三脚は 200g ぐらいあるので結局同じになっちゃうんですよね。あと見た目も MV7 の方がちょっとボテッとしてるというのがあって、まあ、やっぱ SM7B 素晴らしいですよね、うん、このスマートさと間違いのないハイクオリティの音質と、うん、で、まあ、小型マイク MV88 プラスとかで、今カメラの上につけてるのがゼハイザーの MK402 ですね。ですとか、あとは何か買ったかな、そんなもんか。
うん、買ったのはそれぐらいですね。っていうわけで、なんかフィールドレコーディング用のもの増えたんですけど、結局 SM7B でいいかなっていうのがあったりなかったりしますかね。ただまあ音質の勉強にはなっていて、こっちはまあその結構聞き取りやすい中音域メインに出る、トレートの段階でそういう感じなので、まあ聞き取りやすくいい感じっていうのとか、あと MK400 MK402 もすごくいいんですよね、うん、で MK でいうと MK200 持ってたんですけど、それよりも全然ローがちゃんと取れるマイクで重宝してますね。まあ音は取れてないと思うんですけど、一応 MK402 の音に切り替えます。それで撮ってるんですけど、良い感じでしょうか。はい、というわけで、まあこれだけ離れてると、まあ今環境音静かで鳥の声ぐらいしか聞こえてないので撮れてるかもしれないですけど、基本は声の近くで撮ると。で今がささやき声というか、まあそこまでいかないんですけど、小声ですかね、小さい声で話してる感じなので、まあ距離が離れてると集音できてない感じですよね、はい、というわけで今回はですね SM7B をメインに撮ってるんですけど、これ楽しいですね、うん、Zoom の F3 が大活躍ですね。で、あの Zoom で言うと H6 っていうレコーダー、あの4チャンネルつなげられて、かつ XY マイクもステレオでついてるっていうレコーダーがあったんですけど、それは結局手放しました、はい、なので Zoom のレコーダーはこれ今 F3 だけなんですけど、うん、音質はほぼ変わらなかったんですよね S6 と。でこれコンパクトだし 32bit フローティングだし、もうこれでいいじゃんっていう風になってこれにしました、はい、というわけでマイクの話ばっかりしてるんですけど、そんな感じになります。それではごちそうさまでした。Dorm room on York Street, and the rest is history. As long as I